はい、ということで本日は、ワイキキにできた新しいアクティビティを、ご紹介したいと思います。そのアクティビティは、お化けバスです。お化け屋敷ではなくてお化けバスなんですけれど、このリゾート感あふれるね、このワイキキの中になぜお化けバスなのかですよね。そのミスマッチを、確かめに行ってきたいと思いますが、今日はですね、私と一緒にそのお化けバスを体験してくれる、人がいます。ご紹介します。ミシェルちゃんです。アロハー、ミシェルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミシェルちゃん背高いね。はい、今15歳でハワイの現役高校生なんですけど、160センチ以上あります。あるよね。俺187センチだけど、もう全然これぐらいあるもんね。すごい。はい、将来は女優になりたいと思っています。女優になりたい。日本で。あ、日本でね。はい、ハワイとかじゃなくって。はい、もうずっと日本に行きたいと思っているので。うんうん。日本語うまいもんね。まあ、両親のおかげです。両親のおかげ。ちなみにお父さんは？お父さんがアイリッシュと沖縄のハーフで、お母さんが、もう日本人です。純日本人、はい、そんなミシェルちゃんなんですけど、今日ね、体験するアクティビティはお化けバスなんですよ、はい、その困ったリアクションは何なの？結構、まあ、ハワイ一のビビリとも言われているんですけど、なんかね、実はお母さんにそれ聞いてたんで、今日はミシェルちゃんをお呼びしたんだよ。もう本当にハロウィン生まれなんですけども、ホラー映画も見たことないんですよ。本当に本当に怖くて、ちょうどいいね。そうですね、楽しみにはしています。ハワイ一のビビリ、ミシェルちゃんとお化けバスを体験しに行ってみたいと思います。はい、じゃ行ってみよう。行ってみよう。はい、ミシェルちゃん、私たちは今ワイキキビーチマリオットの前に来ましたね。はい、すごい綺麗ですね。ね、前から、まあ、いいホテルなんですけど、最近ね、リノベーションをしまして、例えばプールエリアなんかもすごく綺麗になっておしゃれになってます。行きたい、ね、リノベーションあとはもう本当に行ったことないので。まだない？すごい楽しそうですね。うんうん、すごくおしゃれになってるので、ぜひ泊まりに来ていただきたいと思いますが、はいはい、このお化けバスが実はこのマリオットの正面玄関を出てすぐのところにあるんですよ。そうですね。ね、ほら、ゴーストバスが見えてきたよ。あれですよね。あれだよ、あれ。うわー、すごい大きいし、なんか見た目がすごいね。そうですね。うん、はい、じゃあミシェルちゃん、ツアーに参加する前に、今ね、こういうコロナの状況ですので、きっちりワクチン証明書を見せて安全を確かめた上でツアーに参加してもらいますので、はい、ワクチン証明書見せてもらっていいですか？はい、じゃあミシェルちゃん、早速行ってみようか。はい、はい、見て見て、もうすでにこの血のりのついたこの手形。そうですね、ゴーストバス。怖い、はい、あれ、ミシェルちゃん、どなたかいらっしゃる。あれ、どなたかな。ツアーの方ですかね。ですかね。あ、すいません、こんにちは。あれ、どちら様ですか。お化けですか。マイケル T 山口です。マイケル T 山口さん、はい、あれ、どなたですか。日本人ですよね。一応日本人。一応日本人。すごい、もうすごい怪しい感じがすごい漂ってるんですけど、はいはい、そうですね、もう持ってるものも結構怖そうな。これは怖いの持ってますけど、はいはい、マイケル T さんとお呼びしてよろしいですか。はい、はい、マイケル T さんは何をここでされてらっしゃるんですか。万人を。万人ですか。そうです。このゴーストバスの、はい、創設者で、まあ、プロデューサーであり。あ、そうですか。すごい。日本の方ではもうすでにお化けバスというものが、はい、走ってまして、そうなんですね。あ、私ニュースで見たことがあります。はい、
とうございます。そうですね、あとゾンビスクールバスという、うん、スクールバス、アメリカンスクールバスタイプとお化けバスという、まあ、これに似た白い日本のものがありまして、はい、日本ではそれが2代目だったんですね。うん、で、まあ、3代目となるんですけども、はい、海外では初の、おー、はい、そうなんですね、はい、ゴーストバスを、今回クリエーションしました。そうなんですか、はい、ちなみにこうなぜ最初の海外一都市目を、はい、この楽園ハワイを選んだ理由というのは何だったんですか。そうですね、もちろんこの現地の企業や現地の方々にお呼び立てていただいたのがまあ第一なんですけども、私どもにとってもこのホラーで社会貢献というミッションがありまして、はい、コロナ禍の中で、うん、日本人の多いハワイ、はい、顧客が多かったハワイ、うん、日本人が見なくなったという観光業界の方々や現地の方々にとりましても、はい、我々も何かこうお役に立てないかというのが一番強い思いで。そうなんですね、はい、じゃあお化けバスという形でこう、はい、ハワイの観光業界のサポートということですね、はい、そうですね、あとは、はい、今回乗っていただければ分かるんですけども、はい、そのCOVIDの感染に対するこのマスクだったり日常が息苦しい中で普段の方あの事件や生活とかいろんな悩みが皆さん必ず終わりでしょうが、それらがもう吹っ飛ぶような非日常の体験を、うん、体験していただくために、はい、工夫されてますね、うんうん、はい、そうですね、ストレス発散、はいはい、ちなみにマイケル T さん、はい、このミシェルちゃんは、はい、ハワイで一番のビビりらしいんですよ、ご両親によると、ね、大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。まずね、まあ、大丈夫なポイントとしては歩かなくていいんですよ。そうなんですか。そうですか。座ったままで、あ、お化けがもう至れり尽くせりリップタイプできる。なるほど、はい、はい、終わった後もすっきりして、なんかこうワンアップしたような気分で帰れる。そうなんですね。それなんかすごい新感覚のね、はい、お化け体験ですよね。そうですね、うん、お化け屋敷でストレス発散ってあんまり効かないですよ ね、はい、だからまあもうこう座って、はい、黙ってってことだったら大丈夫です。初めてのお化け屋敷体験をこれでされる方がすごいいっぱい来てくれる。あ、そうなんですね。あ、私、あ、人生初？人生初です。あ、初なんだ。じゃあお父さんお母さん連れてってくれなかったの？一回入ったことあるんですけど、ちょっとコメディ系のやつだったんですけど、もう始まった瞬間怖くて泣いて出ました。コメディ系ですでに泣いてた。そうですね。あ、逆に言えば逃げられないっていうのもあるんですけど。いや、それ怖いじゃないですか、マイケルさん、乗ってから気づくんですか。それ、はい、このプロデューサーが言ってるぐらいですからね。ちょっとミシェルちゃん大丈夫かな、人生初お化け屋敷、お化けバス。ストレス発散できるなら楽しみです。楽しみ、はい、はい、はい、このツアーの流れなんですけれど、まず先ほどのワクチン証明書のですね、チェックを経て、まずはですね、こちらバスの荷台のスペースにあるこちらのテレビで映像をまずご覧いただきます。It's time for you to conquer your fear. ミシェルちゃん大丈夫ですか？映像のインパクト強いですね。強いよね。これを見た後で入るんですか？恐怖を克服できますかね？はい。頑張ります。頑張ります。大丈夫か？ Conquer my fear だね。言ってましたもんね、映像で。うん、ね。はい。いってらっしゃい、ミシェルちゃん。また後で会えたら。いや、行っちゃいましたね。はい、じゃあゴーゴー、皆さん、いってらっしゃい。ゴー、あの、落ちてる。これ怖いですよね、このシートベルトの下にこう手をつけるって、これなんかもう、ち
ちょっと逃げられない感をすごい煽ってますよね。みんな乗っていきましたけど、なんか心配なのはね、やっぱミシェルちゃんですよね。なんか結構あの映像を見た後も入っちゃって、映像が結構怯えながらバスの階段を上っていってましたが、どんな感じでしょうか。泣いてるよ、泣いてる。わかった？泣いちゃってるけど。あれ、ミシェルちゃんがまだ、来ない。あ、来た来たな。泣いてるよ、大丈夫、ミシェルちゃん。本泣き、本泣きです。これは、怖かった？泣いてるよ、マジ泣き。最初から怖かった。最初から怖かった。まずね、そこで見た映像からマイケル T さんと一緒に中入っていったけど、あの映像が結構なんか元々があるから、てて、うん、それで中に入ると、うん、ああって思います。なるほどね。そういうことって思ってもらいたい。いやー、私乗らなくてよかったですよ。乗ってほしかったです。乗ってほしかった。だけどここまでミシェルちゃんね、まあ確かにハワイ一のビビりとはいえ、一緒に乗ってた人とかも泣いてたしね。そうですね。怖い？怖いです。怖い。ちょっとネタバレだから中身は言わなくても大丈夫だけど、うんうん、一番最初に真っ暗になっちゃう。そこから結構恐怖が始まる感じ、うんうん、だってシートベルトで手固定されちゃってるしね。固定してくださいって言われるんで、シートベルトに、うんうんうん、それでなんでって思いますし。何が起こるの。そうだよね。でそっからの恐怖の連続みたいな。そうなんです。そうか。いやけどなんかね、大丈夫、今日夜とかなんか悪い夢とか見ちゃいそうだよね。ママと一緒にね。ママと一緒に。マイケル T さんが言ってたみたいに、うん、なんか本当にストレス発散にはなるんじゃないかなと思います。こんなに泣けるのね。そうかそうか。一気にわーって。そうだね。いやよかった。なんかこうあの私の想像以上の感じで降りてきたんで、やっぱこのお化けバスってね、なんかこんな感情がほらこう泣くっていうのも感情の一つなんですけど。はいね、それがこうバッてここまで出てくるっていうのはやっぱすごいアクティビティだなと思って。そうですね、まあ、ハワイに来たら本当に思い出になるようなアクティビティだとは思います。ああ、そうだね。でこの出てきた後に冷や汗かいて、このハワイの優しい風がね癒してくれる感じだよね。そうですね。いやでも本当に今日ね、あの本当にハワイ一のビビりなのに体を張ってこのお化けバスに挑戦してくれてありがとうね。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあそういうことでお化けバスのレポートは終了するんですけど、はい、あの今後もねこのミシェルちゃん、あの私たちのオリオリチャンネルだったり、あのオリオリのウェブサイトで記事を書いてくれたりとかね、はい、いろいろ一緒にやっていくんだもんね。はい、よろしくお願いします。はい、あのミシェルちゃんでした。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。アロハー、マハロー。